マジェコンヌとの戦いから1年が経ちました。天界で起こった大爆発は下界には直接的な影響はなかったものの、天界は消滅してしまいました。天界がなくなってしまった今ではもう天界に行くことができないので、実際に見たわけではありませんが、行けなくなったということはきっとそうなのでしょう。あの時マジェコンヌを救うと天界に一人残ったネプテューヌさんの安否は未だわからずじまいです。他の女神様はというと、コンパさんのアパートでネプテューヌさんの帰りを待っていたのですが、しばらくすると一人、そしてまた一人と自分たちの国に帰っていきました。マジェコンヌや魔王ユニミテスが残した傷は深く、まだ傷跡の残るゲーム業界ですが、少しずつですが新しい歴史を歩み始めています。できればこれからの歴史をネプテューヌさんやマジェコンヌと共に歩みたかったです。せっかくのエンディングなのにしんみりしてはいけませんね。せっかくですので皆さんの様子を見てみましょうか。ノワール様、これが公害に関する報告書です。ありがとう。順調に効果を上げてるみたいね。はい、そのグラフが示す通り、有害物質の排出量は徐々に抑えられています。さすがラステーション、私の国だけはあるわね。ノワールさん、お久しぶりです。あら、イストワール、久しぶりじゃない。今日は一人なの？はい、女神様たちがどうしているか気になって来てみたんです。ところで、その人はガナッシュさんですよね。どうしてラステーションの教会にいるんですか？うん、彼、思い描いてたブランのイメージ像が崩れちゃったみたいで、うちに来たのよ。もはや私がブラン様に尽くす理由はなくなりました。これからは誠実なノワール様のために尽くす所存です。けどノワールさん、いいんですか？彼、ラステーションをめちゃくちゃにした実行犯の一人ですよ。そんなことわかってるわ。ブランじゃないけど、私だって見つけ出してぶん殴ってやろうと思ってたんだけど、雨の中教会の前で罪滅ぼしをさせてほしいって土下座されちゃ、さすがの私も断れないわよ。けど実際彼が来てくれてだいぶ仕事が楽になって助かってるわ。ありがたいお言葉。なんだかんだ言ってやっぱりノワールさんもお人よしなんですね。そうかしら。師匠の私が言うんです、間違いありません。ただいまーって、イストワールじゃない、久しぶり。お久しぶりです、ユニさん、元気でしたか？当然よ、今だってお姉ちゃんのお使いで一仕事してきたばかりなんだから。へえ、今日はいつもより早いじゃない。私だってこの1年で成長したんだから、このくらいできて当然よ。とか言って昨日もボンミスしたくせに。あれはミスっていうか、その、まったく、あなたはそうやってすぐ落ち込むんだから。だって私だって初めから何でも完璧にできたわけじゃないのよ。あなたはまだこれからなんだから、ゆっくり仕事を覚えていけばいいわ。だから、その、少しくらいお姉ちゃんを頼りなさいよね。はい。仲が良くて安心しました。それでは、私はそろそろ行きますね。もう行っちゃうの？なら、気をつけて行きなさいよ。ただでさえあなたは小さいんだから。エル様、いい加減お部屋を出てきてください。何日引きこもっているのですか？まだマジェコンヌとの戦いの疲れが取れませんの。あと1日だけ休みますわ。昨日もそう言ってたじゃないですか。あの、
ベールさん、そろそろ部屋から出てお仕事をしたらどうですか？お仕事なら、私がいなくてもイボワールがいれば十分ですわ。いや、そういう問題ではなくてですね。緊急警報発令。現在、リーンボックスシップに多数のエネミーが接近中。緊急クエストが来ましたわ。ラナ、急いで準備を。何3日徹夜したくらいで音を上げていますの？真の戦士は1週間は無睡眠無休で敵を狩り続けるものですわ。そんな、ダメだこの人、早く何とかしないと。おや、あれは確か最近ベール様がわしに冷たい。部屋に入れてもくれなくなったんじゃ。ベール様も女神様とはいえ年頃の娘、思春期というやつだが。難しい年頃だからね。僕らも入室を禁じられている。照れることはないと思う。いえ、あなたたちの場合はそれ以前の気がするのですが。遊んであげるから順番を決めてね。ブランさん、お久しぶりです。外で何をしているんです？子供たちと遊んであげているの。珍しいですね。ブランさんなら本を読むか新作を書いているのだと思っていました。5日くらいこもってたら避難所に部屋のブレーカーを落とされたから。そういうことだったんですね。ところで、その避難者さんは？避難者ならそろそろ。ブラン様、お茶とおやつ持ってきましたよ。あ、イストワールさん来ていたんですね。はい、お邪魔させてもらってます。よければ一緒にお茶でもどうですか？温まりますよ。せっかくですが、お気持ちだけいただきます。他にも行くところがありますので。そういえば、ロムさんとラムさんがいなかったような気が。もう、誰ですか？雪玉なんか投げる人は。イエーイ！大当たり！ラムちゃん、すごい。もういい加減、会うたびに雪玉をぶつけるのはやめてもらえませんか？つまんない。いえ、つまらないとかそういう問題ではなくですね。リーサンさん、今日はどうしてルビーに？はい、ブランさんの様子を見に来て、今はその帰りなんです。お二人の方こそ何をしているんですか？お姉ちゃんに頼まれたお使いに行ってきたんだ。初めてのお使い。それはすごいですね。ブランさんも待ってると思うので、寄り道せずにまっすぐ帰るんですよ。デプギアさん、お久しぶりですね。お仕事は慣れましたか？教会の人に手伝ってもらってばかりで、まだまだお姉ちゃんみたいにはいかないみたい。私の記憶が正しければ、ネプテューヌさんは昔から仕事は何一つやらずに遊んでいたので、デプギアさんの方がよっぽど女神らしいと思いますよ。やっぱりお姉ちゃんって昔からそうだったんだ。生まれてすぐで大変だと思いますが、頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。私も早
く一人前の女神になれるように頑張りますね。ところで、今はお仕事の途中ですか？はい、今日も朝から晩までお仕事ばっかりで、大変だと思いますが、頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんにちは、コンパさん。あ、イーサンさんです。いらっしゃいです。おや、お弁当を持っているということは、これからお出かけですか？はい、うイちゃんと一緒にこの間できた公園に遊びに行くんです。相変わらずお二人は仲がいいんですね。お待たせ、コンパ。って、イストワールじゃない。あ、IF さん、お久しぶりです。そうです、せっかくなのでイーソンさんも一緒に遊びに行きませんか？それいいかも。二人よりもみんなで食べた方がお弁当美味しいしね。いいんですか？もちろんです。それじゃ、ちょっと早いけど出かけましょう。ですか、コンパさん。今、ネプネプの声が聞こえたような。空耳じゃないの？そうですよ、ネプテューヌさんが帰ってくるなんて。うわぁ！な、何？じゃじゃーん、約束通り帰ってきたよ。え、もしかして？そうだよ、みんなのネプネプが満を持して帰ってきたんだよ。ネプネプ会いたかったです。おー、よしよし、コンパ、泣き虫なところは相変わらずだね。あんた、生きてたんなら連絡の一つくらいよこしなさいよ。どのくらい心配したと思ってるのよ。ごめんごめん、ほら、展開って携帯のアンテナとかないしさ。けど、なんで空から落ちてきたわけ？そうですよ、ネプテューヌさんの展開もマジェコンヌの自爆に巻き込まれて消滅したんじゃ。もう、勝手に人を殺さないでよ。展開なら地上とのゲートが壊れたぐらいで無事だし、私だってこの通りピンピンしてるんだから。もしかして、だから空から下界に降りてきたです？はじめは変身して飛んで降りてきたんだけどね。けど途中でお腹が減っちゃって。それで変身が解けて落ちてきたと。必ず帰るとは言っていましたが、まさか天井を突き破ってくるなんて。屋根の修理代が。あ、そうだ、みんなに紹介したい人がいたんだった。紹介です？そうそう、一緒に展開から来たんだけど。まさか。ああ、すまない、こちらに女神が一人落ちてこなかったか。誰です？あ、あなたは。久しぶりだな、イストワール。あなたも無事だったんですね、マジコンヌ。この人がマジコンヌさんですか？確かによく見るとどことなく名残があるような。まさに毒気が抜けたって感じだよね。私も初めて見た時は誰かと思ったよ。
よかった。あなたも無事で本当によかったです。力に汚染されていたとはいえ、今までは迷惑をかけたな、イストワール。まさか、本当にマジコンヌまで救うなんて。だって約束したじゃん。必ずマジッチを救って一緒に帰るって。確かに約束したけど、まさか実際に一緒に帰ってくるとは。ねえ、帰ってきてもネプネプ一人くらいかなって思っていたです。ちょっとちょっと、ひどいよ二人とも。私は本気だったんだからね。あの時はずっごい信じてくれてる感じの雰囲気だったのにさ。あの時はついそれっぽい雰囲気に流されたっていうか。アイちゃんの白鳥魔道、鬼、悪魔、冥界住人。ごめんごめん、コンパの手作りプリンあげるから機嫌直してね。プリンもあるの？まったく、相変わらずプリンのことになると調子に乗るんだから。作るプリンは世界一美味しいんだもん。プリン持ってくるですね。よろしく。マジコンヌ、あなたはこれからどうするんですか？はじめはただの力だとしても、それに溺れ道を踏み外して罪を犯したのは私自身だ。これから償うさ、この命が尽き果てるまでな。それはとても大変なことですよ。わかっているさ。それなら私もお手伝いします。すまない、お前には苦労ばかりかけるわ。ネプネプ、プリン持ってきたですよ。待ってました。やっぱりコンパのプリンがないと始まらないよね。アイちゃん、どうしたのコンパ？来た。ああ、そうだったわね。ネプコ？取ったの？アイちゃん、一口あげよっか？違うわよ、そういえば言ってなかったから忘れないうちに言っておくわ。ターバルは合間休憩。この場合は、そうね、ロスタイムじゃないかしら。つまり、ロード時間のですね。3人揃って何ボケてるんですか。おー、リース、数分ぶり。で、真面目な話、これって何なの？最後まで遊んでくれたユーザーの皆さんにお礼をと思って、出ながら用意させていただきました。ほんと勝手で困るわ。原稿の締め切りが迫ってるのに
私も新しく買ったゲームで遊ぼうと思っていましたのに。あなたたちね、最後くらい真面目にできないの？別れきっていたことだが、グダグダだな。グダグダメガミーズと呼ばれる日も遠くないかもしれませんね。グダグダメガミーズか、なんだかアニメ化したらウケそうね。私たちがゆるくシュールな会話をするのね。ゲームのパロディをふんだんに取り入れるのはどうかしら。話題になること間違いなしですわ。まさに派遣の予感。あ、頭痛が。ダメ神だな。ええ、ダメ神ね。ダメ神です。ところでさっきから気になってたんだけど、画面の左下にいるこの人って誰だったかしら。私も気になっていましたが、声だけはどこかで聞いたことがあるような。わかった、おつキャラね。違う、マジェコンヌだ。ま、嘘だろ。人間変わるものなのね。いくら課金したんですの？いくら課金して顔や体型をエディットできるようにしましたの？この設定、今書いてる新作に合いそうね。こいつら。さて、これ以上グダグダしていても拉致が開かないので、一人一人コメントをお願いします。あ、時間もないので手短にお願いしますね。じゃあ一番手はコンパ。私ですか？だって私にできた初めての仲間だもん。それに主人公は最後って決まってるしね。はあ、緊張するですけど頑張るです。これまで一緒に冒険してもらって本当に本当にありがとうございますです。またいつか一緒に冒険する日を待っているです。私と約束です。そうね、またどこかでっていうのは違うわよね。遊んでくれればまた会えるわけだし。それじゃ次のプレイでまた会いましょう。別に最後までゲームを遊ぶなんて普通のことなんだから言うことなんてないわよ。けどまあ今くらいは素直に感謝してあげるわ。ありがとう。そして遊んでくれてありがとう。あなたとならまた会える気がするわ。私からも感謝の言葉を伝えさせていただきますわ。ゲームクリアおめでとうございますわ。けどゲームはクリアしてからが本番。今まで以上にやり込んでくださいな。私からも感謝の言葉を言わせてもらおう。そしてまた会おうではないか。師匠としてあなたの冒険は記録させてもらいますね。これで全員かな。ブロッコリーたちを忘れてもらっちゃ困るにゅ。ひどいよネプチューノさん。そうだよ、私たちだって画面の向こうのみんなに言いたいことはたくさんあるんだからね。この時のために一生懸命考えてたんだよ。私たちも一緒に冒険した仲間に一言くらい言わせてほしいな。よし、では運命石の扉に導かれし者よ、よくぞクリアしてみせた。さすが運命に選ばれた者だけはあるな。
お前たちとまた会える日を楽しみにしているぞ。ルクストゥネーデイメイプモイタナシスーム。次はブロッコリーニュ。お前なかなか見どころがあるやつニュ。とりあえず渋いお茶でも飲んで一泊するに。また一緒に遊ぼうね。それまで私もトレーニングしてもっともっと強くなってるから。へやー、こっちの世界に来ちゃった時はどうしようかと思ったけど、君たちと一緒に冒険できて楽しかったよ。そうだ、せっかくだしこの冒険を本に書かせてもらってもいいよね。次は私の番だね。画面の前の君、ゲームクリアおめでとう。おいしい太巻きをたくさん用意したから一緒に食べようね。クリアおめでとう。ようやく半人前になったね。さあ、一人前になるためにもっともっとゲームをやり込んで楽しもうか。あとはゲームクリアおめでとうございます。今回は出番がちょっとしかなかったけど楽しんでくれたら嬉しいな。私が主人公をしているゲームもあるのでそっちもよろしくお願いしますね。ゲームクリアお疲れ様。言っておくけどこれでやり込んだ気になるなんてまだまだ早いわよ。なんだから街の中でも電車の中でも友達の家でもたーくさん遊びなさいよね。なんて言ったってあんたが手に持ってるそれはその私なんだから。何言わせんのよバカ。遊んでくれてありがとう。ラムちゃんたちと一緒に冒険できて楽しかった。また一緒にみんなで遊ぼうね。イエーイ、ゲームクリアおめでとう。私がじきじきに褒めてあげるわ。また一緒に遊んでね。クリアおめでとうございます。これからもブラン様とルビーをよろしくお願いしますね。おっと、宣伝なら負けないぜ。ラステーションもよろしくな。あとクリアおめでとさん。なんの、それならリーンボックスも負けてはおれんわ。協会を挙げてクリアを祝わせてもらおう。これこそ僕らが求めたエンディングだ。我らのベール様に栄光あれ。まったく最後だというの。まあいいでしょう。クリアおめでとうございます。これも機械ではなく人だからこそなせた結果か。祝わせてもらう。ランラン、おお、なんか最後の最後でいっぱい来た。ほらネプコ、あんたの番よ。最後なんだからきっちり締めなさい。ネプネプ頑張るですよ。オッケー、最後は主人公オブ主人公の私に任せて。ここまで一緒に冒険してくれて本当に本当にありがとう。私たちの冒険はひとまずここでおしまいだけど、ゲームはまだまだ終わらないからたくさん遊んでね。それじゃあまたゲームの中で会おうね。私たちとの約束だよ。